負けたら承知しねえぞ。あ、ここは任せた。わしが逃がすとでも。あの時とは違うって言ってるだろうが。おお。てめえはルフィについていけ。あいつは本能の塊だ。できたんかい。またチーと目離した隙に死なんとええがの。おら行くよ。フランキーラディカルビーム。てねえな。青記事。お前の行動がどんな結果を招くか、ここで黙って見てろ。ルフィ、待ってろ。今、オイラが。ええとこなんじゃ。水差すなや。やめろ。心配するな。今お前も仲間たちの元へ送ってやる。なんでお前が。エース、お前は俺が守る。そうあいつと約束したからな。邪魔するんじゃねえ。ペザントブラック了解。邪魔するさ、弟だからな。俺の海兵としてのモットーは、ならけきっかけ。変わるか。Yeah.
キュー、助かった。ちょっと、なんでエースがそこに。お前ら、あいつを倒したのか。任せろって言ったろ。楽勝だったと言いたいところだが、正直言ってこっちは何だ。そっちは任せていいんだろうな。Yeah!
のエースってやつ勝手に動けてんだ。親分の命令には逆らえねえはずなのに。さあなぜかしらね。もしかしたら二人が本気でぶつかり合ったからかもしれないわね。本気でぶつかったから。わしは火をも焼き尽くすマグマじゃ。そんな火遊びが通じるか。なんじゃと。あいにくと俺も弟も勉強嫌いでな。そんな理屈知ったこっちゃねえ。ルビー、あ、赤犬を倒したな、エース。心配すんな、エース。俺はもう大丈夫だ。なあ、オイラも本気でぶつかれば伝わるかな、オイラの気持ち。伝わるといいけど、相手が頑固だとちょっと難しいかもね。そっか。でも少なくとも私には伝わったわよ。どんなに心を閉ざしても扉ごとぶち壊す強引な男に捕まっちゃってね。私もよ。実は俺もだ。明らか悪いんだあいつ。ん？何の話だ。ありがとうみんな。おいらも思いっきりぶつかってみるよ。なんかよくわかんねえけど、お前がいいならそれでいいんじゃねえか。しっしっしっ。ああ抜き気。おかえりなさい。ねえ、あなたたち、コウモリのこと。何コウモリ。最近夜になると街に大きなコウモリが出るって噂になってるのよ。みんなが心配してるから私は見回りに行くけど。今夜は広場に行ってみようかな。あなたたちも何か知ってたら教えてね。それでいいの？毎度あり。